どうもタブヤンです。ファミコンウォーズ続きやっていきたいと思います。収入は1万差がありますね。さあこの橋まで占領したらだいぶね勝利に近づくぞ。いきますよ、実装法で打ちまくれー。森に潜んでるからやだな。もう一丁打ちまくれー。よしで、戦車 A が突っ込みます。撃て撃て撃てー。あ、ちょっと待った、実装砲実装砲が射程1、2、3、4、5、ここまでいける。補給車をやっつける。あんまりやっつけれない戦闘攻撃で占領。こいつどうしよう。あ、補給忘れてる。あぶねー、めっちゃ減ってるしさあ、こう車砲回復。ヘリ邪魔だね、まあ、しょうがないか。無視。下から行こうかな。これは待機で、あ、待機、こいつやっつけようか。うりゃうりゃうりゃ、いいよ。あー、やば、やられそうですね、戦闘公平。あー、やられてる。実装法は届かない。回復中でしょ。どうしよう。あー、戦車 A が控えてるのか。なるほどね。つけちゃおうか。相手の戦車 A にやられそうだけどね。まあまあしょうがない。 OK。 この放射砲がやられるんだけど、これ戦闘機 A がいるな。あ、下の、あ、これいいね。これでやっつけよう。ヘリオ、なかなかいいんじゃない？オッケーだね。この放射砲はもうダメだな。待機しておこうか。これ、ここでいいか。前に進んでと。
下に行こう。さあ、新たに戦車 A も来ましたよ。いいんじゃない。あとはどこだったっけ。あ、ここか。これだけですね。あ、回復中か。爆撃機作るか。しまった、装甲輸送車作るお金がなくなった歩兵待機。 OK、 こんなぐらいでいいんじゃないですかね。さあ、雑談タイム。あんまりね、ネタないんですけどねあの地元のね話でね、週1日だけ昼間だけ営業する海苔屋というのを見つけましてね、すごくないですか。それで食べていけはるんですよねすっごい海苔屋だなと思って、でめっちゃ並んでるんですよね。まあ1週間に1回決め打ちというか、もうこの店の海苔を買うっていうのを決めてるファンが多いんでしょうね。いいよな、そういう YouTuber になりたいですよね週1回だけ動画上げて、というもう決め打ちで見てもらえるようなね私はこう毎日なるべくね動画上げようと思ってますけどね。羨ましいな、その海苔屋でもね、食べたことないんですけどね、その海苔屋昼間しか空いてないのでね、なんかこう行くのが億劫でね、結構自転車でないといけないぐらいの微妙な距離感なんですけどね。行ってみたいな買ってみたい。多分ね、ちょっとね高級なんでしょうね。でもそのスーパーで売ってるような海苔とは違うんだろうな。いつの日かね、お金持ちになったら行きたいなと思いますその時はまた報告しますよ、その海苔のうまさをね。その海苔のうまさが分かる男になりたいですねしょうもない話さあ行きましょう、ファミコンウォーズ。あ、まだ回復、補給したよね、今。次のターンまで待ちか。ちょっと喉が枯れてるな、僕。クーラーのつけすぎかな。もうちょっと、まだちょっと肌寒いですよね。2016年3月ね、現在。さあさあさあ、あ、ヘリが逃げていったぞ。逃がすか、頭がない頭がないわー、退却。この補給車でね、回復できないのがね、辛いところだよね。占領。双方の弾は回復できるけどな。さあどうなってるこれ。武者倒してもなこれもう突撃だね。自走砲が控えてるけど、あの橋を占領するんだ。もうすぐ爆撃機が来るからな、対空ミサイルやっつけとこう。いいね。実装法も前に行きましょう。装甲輸送車が降
しましょう。撃て撃て、いけるんじゃない3体。あー無理か惜しいな。あー一歩いけない、一歩進めない。退却、舞台を大事にね使おうぜ。おー占領した、いいね。戦闘機いるよね、参ったな。歩兵退却、歩兵が少ないな。戦闘機を攻撃するやってみよう。おお互角だ、装甲輸送車と戦闘機結構いいんじゃない。戦闘機 B か、なるほど。ちょっと弱いやつだね。どうしようかな、この辺りで。もう戦車 A は結構足りてるね、足りてるぐらい。放射砲前に行け。こんなとこか、戦闘機次で回復するからね。どうしようかな、戦車 A かな、やっぱりね。貯金しとくか、貯金。あの神宮寺三郎みたいなヘビースモーカーの刑事をね、家の近くの飲食店でよく見るんです私のね、ファミコンのやりすぎだと思うんですけどね、近くのね、家の近くのね、よく行く店にね、いはるんですよね。でいつも座る場所一緒でね、私タバコ吸わないんですけど、まあ昭和の古き良き雰囲気のねお店なので、なんとかグリーン法も努力目標なのか、そのお昼も灰皿置いてるんですよね。でそのヘビースモーカーの刑事、勝手にヘビースモーカーって言ってるだけなんですけどどう考えてもね神宮寺っぽいんですよね。でたまになんかねお二人で来られたり、部下みたいなね刑事を連れてはる。明らかにもう刑事っていうのは刑事なんですよね。で何の話してはるんかなーっていう、ちょっとね、怖いですけども興味本位でね、聞き耳を立てたらね、なんとね、コアモテのその刑事がパズドラの話してあったんですよねなんかと思って、なんかもっとこうシリアスな話してほしいですよね、そういう人にはねやっぱ昼休みの息抜きなんでしょうねパズドラの話してはりましたね。人間ウォッチングするとやっぱ楽しいですよね、なんかめっちゃ
進めてきたんだけど、どうしたらいいんだろう。やば。ああ、また自走砲。やっぱ収入源を断たないとこれ厳しい戦いだな。長丁場ですね。これ27日。ファミコンウォーズこの初代ね、なんでしょう、将棋とかパズルみたいだって言われる、よく言われるゲームらしいんですけど、全然投了しないよねコンピューター絶対降伏しないもんな最後まで。あー届かない、上の。この自走砲が効いてるな、これ。こいつをやっつけないと前に進めない。いやー厳しい戦い。合流っていう方法もあるよね。合流しよう。なんて贅沢な合流なんだ。あー邪魔邪魔だ。ここは補給かな。よし、後に続けい。相手の戦闘機どこ行った？あそこか。放射砲近づけ。下から一気に行こう。退却あーガソリンない、終わった。くっそ、上に戦闘機いるから下から行こう。突撃、こいつがいるからね。あれ、うちの戦闘機いなかったっけ、死んだのか。あーもう弾がない。戦車 A を撃てー、最後の弾で。邪魔だなこいつ。あー生き残る？マジで？これはもうこいつでやっつけよう。とどめだ。強いな、戦闘公平強いな。このゲームで一番強いと思うんだけど、費用対効果届かない。あーこれ死ぬ死んでしまう。まだなこいつ。これで戦車 B を倒して全部倒せ。よーし素晴らしい。あーヘビが邪魔で対空ミサイルいけないな。ヘリにはちょっとつらいな。どうしよう。これ戦車 A も海渡れるんじゃなかったっけ。ちょっと
試してみようかな。ここ待機してみよう。次のターン行けたりしてね。こんなとこかな。増援が足りないな。2万8000か。戦闘機もう一個作るか。我慢だね。我慢我慢。どうしよう。戦闘工兵、工兵作るか。工兵ね、工兵1台でいいか。 OK、 こんな感じで。もうあんまり雑談なくなってきたな。普通の会話しようかな。あ、ニュースがね、ありまして、2016年3月、囲碁の、世界チャンピオンに近い9段の人がね、Google の、 人工知能のコンピューターと戦うというニュースがありまして、でね、コンピューターがついに勝つというね。で、人間もね、一勝したみたいなんですけど、まあ一勝三敗ぐらいでね、負けちゃうという、画期的らしいですね。こんな20年も前からそういうのやってたよね。ファミコンで言ったら、なんでしょう、内藤九段の本将棋とかめっちゃ弱いもんね。ド素人の私でも頑張れば勝てるみたいな。やっぱり選択肢の幅なんでしょうね。うん、データの容量と処理能力、制限時間ありますからね。すごい時代になったなと思いましたね。なんかね、その最先端の Google が絡んでるっていうことでね、まあ、YouTube も Google グループですしね。何かね、映画のターミネーターが現実になりそうで怖いですね。人工知能がね。恐ろしいですよ。ファミコンの CPU なんか可愛いもんですね。このファミコンウォーズも。うんうんって言って考えてるんですから。でね、人間様の方が強いからね。ファミコンウォーズだと。だからね、今のコンピューターの技術だったら、まあ、そんなスーパーコンピューターまでならなくても、プレイステーション4ぐらいのね、能力があれば、その人間がもう勝てないようなシミュレーションゲーム作れるんじゃないかなと思いますね。だからちょっと、なんていうの、人間のレベルに合わせてね、落とすみたいなことなんでしょうね、難易度。最新ゲームやるときは難易度優しいでやった方がいいかもしれませんね。珍しくちゃんと収まったよ。やっぱり墜落したね。速攻輸送車で歩兵を運んでと、戦闘機行くぞ。どこ行った？あー、ここにいるのか。こんなとこ邪魔だな。なんでこんなとこ入り込んだんだ。対空ミサイルやっつけないとダメだね。あ、弾切れ、マジか。どうしよう。公平がやっつける。結構いけるんじゃない？あー、いまいち。いまいちだ。どうだろうな、これ。歩兵やっつけとくか。贅沢だな、戦車 A で歩兵やっつけるって。あー、もったいない。戦車 A がもったいない。
高射砲届かないな。届かねえ。なんかいまいちだな。こういうこともありますよね、戦なんで。やっつけよう。対空ミサイルの射程、ここだと大丈夫なんですよね。回復と。おお、いける。行ってしまえ。1、2、3、4、5。どうしよう。迷うな。こいつはでもこれやっつけとくか。押さえとこう。よし。贅沢。戦車 A で歩兵倒す。おお、ノーダメージ、素晴らしい。それぐらい金額の差があるからね。回復させるか。さあ、こっちは、あ、撃てる。対空ミサイル撃てる。 OK。 あー、向こうの戦車を支援したかったんだけどな。しょうがない、まずこいつをやっつけよう。よーし。このヘリ爆撃機、海から密かに。今度はこ、あー、やばいな、これに撃たれるじゃん。一旦退却するか。占領まだか。そこを輸送したら次渡れるように、ここ待機。戦車 B 行け。撃ち落とせることはできないけど、ダメージ与えろ。邪魔だな、輸送ヘリ。ちょっと待ってよ、実装砲の射程1、2、1、2、3、4、5。ここだと大丈夫。 OK。 ちょっと待ってよ、補給車では攻撃できないんだったっけ。あ、できないね。補給専用だね、これで。割に合わねえ。こいつどうしよう、退却しよっか。一旦退却だね、これ。割に合わないよね、こいつ。こいつ逃がさないもん。あらららら。戦闘機いないと無理だな。戦闘機はもう一個作ってるけど、そうだね、もう一個作るか。作りすぎ、使い捨てみたいに作ってるけど。こんな感じで OK。
JR 以外の電車ね、私鉄ですね、なんかこう漫画、つり革で手すりで立ってて、漫画読んでるんですけどね、漫画、まあ漫画読んでないとしても、ちょうどね、座ってる人と目が合いますよね。あれどうにかならないんですかね。なんでしょう、電車のレイアウトがね、椅子がね、やっぱりああいう形でしょ、いわゆる特急電車じゃないやつね、急行とか普通とかの電車って、その窓があって両サイドで、内側に向かって座ってますよね。あれはなんかこう、で JR さんの電車はまあこうなんていうんですかね、旅行方式というかね、4人掛けで向かい合ってっていうあるんですけど、もうどっちも好き嫌いあると思うんですけど、あれ敵のターンがちょっと短くない？喋れてないよ。喋り続けますけどね、向かい合うんじゃなくて、その外に向かってね、なんか間違えそう。間違ってもいいか。外に向かってね、椅子を作ったらどうかなと思うんですよね。その JR さんと、私鉄さんのいいところをね、取るというかね、そんな感じでね、まあその製造するのにお金がかかることもないと思うんだけどな。そうするとね、窓際に座ってる人が景色を見れるという、まあ、景色なんか見ないよね、でも通勤してる人は。毎日同じ景色見てるから、それいらないよな。そっか、難しいな。でもなんかね、なんか工夫したいな。そのね、外、なんか考えたいですね。以上、ファミコンウォーズに戻りましょう。1、2、3、4、5。ちょっと話がしどろもどろになりましたけど。渡れるのかな。ちょっと突っ込みましょう。あー、届かない。実装砲撃ってしまえ。撃てよーし、両サイドから挟め。もう空飛ぶやつはいない？あ、ここにいるのか。偽装砲で撃てばいいのか。よし、よし、突破できるんじゃないこれ、橋を。突撃開始ですね。よし、だいぶ終わりが見えてきました。この橋を渡ればもうゴールは近いぞ。
の突撃だ。よし、渡っちゃおうか。渡っちゃえ、渡っちゃえ。渡れないか、これは。渡ると中の歩兵がやられちゃうという。よし、あ、爆撃機が援護してくれる。あー、でも対空ミサイルが火を吹くのか。1、2、3、1、2、3、4、5。あ、でも大丈夫だね。しかも傷負ってるし。爆撃機投入。ついに爆撃機の時代。ああ、いまいちだ。全然ダメだ。第2第3の爆撃機がいるね、これ。戦闘機はもう役に立たないね。あ、こいつ倒すだけ。敵ながらあっぱれであった。装甲輸送車と装甲輸送車と、あとはもう飛行機だけ送り込めばいいね。これがもう最終状態だよね。爆撃機を送り込むという。オッケー。電車の話どうでもよかったね、すいません。しょうもなっていう。それが雑談、雑談動画ですよ。どうでもええ話っていう。あー、めっちゃやられてる。あ、でももう時間がねだいぶなってますので、このブルームーンの、ターンで終了としたいと思います。区切りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後にね、気づいたこと一つ。あの LINE 皆さんもしてると思うんですけども、してる人多いと思うんですけども、あの LINE スタンプってありますよね。誰がネーミング考えたんでしょうね。めっちゃいいネーミングでね。で、私無料スタンプ1回ぐらいしかね、スタンプ買ったことないんですけど、実はね、別にスタンプじゃなくても画像ファイルだったら貼り付けれるんだよね。っていうのに、昨日気づきました。なんかいいね、言葉のスタンプがなかったんで、画像貼り付けられるのかなと思って貼り付けたら、貼り付けれますので、皆さんもね、よかったら使ってみてください。スタンプ買わなくていいかも。それではまた、さよなら。